次に坂本雄之介君。ああ、失礼しました。まず三宅博史君。次世代の党の三宅博史です。私は次世代の党を代表して、政府提出の町、人、仕事創生法案および地域再生法の一部を改正する法律案に賛成、民主党など4会派提出の国と地方公共団体との関係の抜本的な改革の推進に関する法律案について、反対の立場から討論を行います。地方の活性化なくして日本の将来はありません。この一点において、ここにおられる議員各位、皆様と思いを共にしていると思います。問題はその方策です。政府提出の町、人、仕事創生法案は、その趣旨には賛成できるものの、地方創生に係る具体的施策について、全く規定がなく、不十分であると言わざるを得ません。そこで、次世代の党としては、この法案に魂を入れるため、修正案を提案いたしました。その一丁目一番地が同修正の導入です。しかし次世代の党の修正案は昨日、残念ながら否決されました。一方、自民党の谷垣幹事長の申し出により、昨日朝、我が党の山田幹事長との会談が行われました。自民党は平成24年の衆議院選挙の公約において、同修正基本法の早期成立を図り、その制定後5年以内の同修正導入を目指します。平成25年の参議院選挙の公約においても、地方分権を進めるとともに、同州制の導入を目指しますと明記しており、昨日朝の幹事長会談では、自民党も公約に挙げている同州制の実現に向けて、一層努力するという点で両党は合意しました。公党の、しかも幹事長同士の約束は極めて重いものです。そして私たち次世代の党は、地方活性化のために必要な抜本的改革を断固推進する政党です。幹事長会談において、自民党幹事長から、同州制実現に向けて、さらなる努力をするとの方針を確認できたことを一歩前進であると評価し、政府提出の両案に賛成することにいたしました。今後、両党幹事長の合意のもと、自民党が公約に盛り込んだ今任期での同州制関連法案の成立に向け、自民党が本当に責任ある行動を取ることができるのかどうか、次世代の党はその動向を厳しく注視していく所存です。なお、4会派提出の法律案につきましては、国と地方公共団体との関係の抜本的な改革について規定しており、この点については大いに評価しておりますが、一方で、市町村にとって必ずしも使い勝手の良くない一括交付金制度の復活を推進するものであることから、情においては忍びない思いがありますが、心を鬼にして反対するものであります。以上をもって私の討論とさせていただきます。ありがとうございました。